井川はにハマりつき1万円で生活していた。井川は変化球だけでなく趣味も多彩で、その中でも特に漫画やアニメなどの趣味に没頭しており、自他ともに認めるオタクだった。同僚の選手曰く、井川は試合のない日の練習後は寮に引きこもりゲームをするかビデオを見て過ごしていたようで、特ににハマっていた。他にもサッカーカードゲームで全国大会に出場経験もある。ゲームを買うために球団から支給された新幹線のグリーン車をわざわざ自由席に変えて、その差額をコツコツ貯金し、生活費は月に1万円とかなりの倹約家。登板の日と新作ゲームの発売が同日の場合は、鬼気迫る投球で相手打線を寄せつけず、21時30分が試合終了時間の平均に対して21時を回る前に試合を終わらせていた。